皆さんこんにちは。中整形外科京都産院リハビリテーションクリニックの院長樋口です。今回はその痛み本当に四十肩五十肩ですかと題して、四十肩五十肩についてお話しします。四十肩五十肩はその名の通り、40代で症状が出れば四十肩、50代で症状が出れば五十肩と呼んでおり、それぞれ四十肩も五十肩も違いはなく同じものです。四十肩五十肩は年齢によるものが多くて、特徴として肩を上げたり、水平に保つのが難しくなってきます。そのため洗濯物を干すのが大変だったり、肩より上のものが取れない、背中のファスナーが上げられないということで、そういった困った症状が現れます。四十肩五十肩は肩の、関節の奥にある、インナーマッスルって呼ばれたりするんですけども、肩を動かす筋肉ですね、それが腱板っていうんですけども、その腱板という組織が炎症が起きて、それが周りの関節の袋ですね、関節包に広がることで起こります。これは年齢とともに、老化と伴い筋肉や、腱が、柔軟性を失って硬くなってきて、スムーズが失われて動かなくなってくるからと言われていますが、実際のところは原因ははっきり分かっておりません。一説には、このまま若い頃のようにこう肩を調子よくブン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 、使い続けていれば、壊れてしまいますので、体が炎症という痛みを出してですね、危険信号を出しているという、そういうふうに表現する先生もいます。四十肩五十肩はこの肩甲骨と上腕骨をつなぐ、肩の関節に痛みが出ます。そのため、持ち上げるような動きが難しくて、中にも背中に手を回す、外に回すっていうのに特に痛みを感じるようになります。例えば髪を後ろに束ねるのが辛い、電車で辻褄がつかめない、着替える時に、痛くて困る、で洗濯も干せない、でエプロン下着なんかをつけられないっていう風にですね、あとはシャンプーも困るし歯も磨くのも困るっていう人が、たくさん、そういった症状を訴える人がいらっしゃいます。痛みがあるというだけでなく、簡単な動作が困難になって、あとは夜寝るのが、時に痛みを出したりするんで、日常生活にとても不便を感じる方も多くいらっしゃいます。その中で、四十肩五十肩はほっといても治ると言いますが、確かにほっといても治るんです。しかし、適切な時期にステロイドの注射や、本当に動かすリハビリですね、理学療法士と一緒になってこう運動療法するんですけども、的確に早く治すことができます。で痛くて動かなくて、寝れなくて、困っている患者さんは、ぜひ、肩を専門にしている整形外科の受診をお勧めします。またほっといても、治るという四十肩五十肩ですが、その中でも、治らない肩関節の痛みがあります。それが冒頭に言ったように、その、四十肩五十肩は本当に四十肩五十肩ですかっていうことなんですけども、一つ、いろんな理由があるんですけども、一つ、その判断する中で一つ言えるのは、自分の力で全然上がらない、っていう方ですけども、しかし人の力や反対の手で上げていくと上がる、これは、この場合は四十肩五十肩ではありません。多くの場合は腱板が切れている腱板断裂という、疾患になります。腱板断裂は、なかなか、治らないですので、治療の必要が、出てきます。四十肩五十肩と思っていたら、この腱板断裂が潜んでいる場合がありますので、なかなか治らない場合は、その場合も、整形外科を受診してみるのがいいと思います。その中でもさっきこう肩の専門の、整形外科がいいんじゃないかということですけども、
まあ、例えばですね、40肩50肩かなと思って、まあ、整形外科を受診して、まあ、こんな感じですね、まあ、レントゲンを取りましたと。ただまあ骨には異常ありませんなんてよく言われることがあると思いますけども、それで湿布、出してもらって、まあ、ほとんどは治りますよなんていう整形外科の先生はあまりこの肩のことが、詳しくなくて、四十肩に関しても苦手意識のある先生が、多いです。で、特にこう肩を苦手にしている先生というのは比較的多いかなという印象がありますので、まあ、レントゲン取って、骨には異常ありませんっていうだけで帰ってきたんであれば、まあ、肩の専門をしている整形外科、まあ、インターネットか何かで検索していただいて受診してみてもらうのがいいかもしれないです。そうするとですね、こう、まあ、簡便に外来でするエコーでも、骨以外の、まあ、腱板だったり関節の中の炎症というのが見ることができますし、まあ、必要があれば、まあ、MRI ですねっていう、撮影もありますので、まあ、レントゲンだけで終わってなかなか良くならない場合は、肩の専門の整形外科を探してみてください。まあ、あとリハビリもそうですが、でリハビリといっても電気を当てたり温めているというだけであれば同じことが言えます。まあ、四十肩五十肩っていうのは原因がありませんので、レントゲンに移ってくるようなものは、異常がないのはほとんどの場合です。繰り返しますが、四十肩五十肩と思ってても自分で、上げられないけど他の人がだったり自分の反対の手で助けてあげると上がる場合は腱板断裂っていう可能性がありますので、インターネットで検索していただいて肩を専門にしている、整形外科医の先生のところへ一度受診してみてください。